使えそうなスクープがないなら作ればいいんですよ。ではお願いしますね。撮影前に控室に入ってくるなんて、何か休養でもできたんですか？体調はどうですか？今日の撮影は長くなりそうなので覚悟してくださいね。もうちょっとヒールの高い靴の方が良かったかもしれませんね。目線をちゃんと合わせないと雰囲気出ないんですよ。写真に映し出せる一番はっきりした感情って幸せだと思うんです。笑顔って本当に嘘をつけませんから。私、軽い言葉遊びに自分の本音を混ぜることがあるんですよ。これ、社長にだけ特別にお教えする秘密なので、誰にも言わないでくださいね。風っていつも自分勝手ですよね。女心がいつ変わるかわからないみたいに。まあ、社長のおかげで今はこんなに静かですけどね。働きやすい服装ではありませんが、おかげで社長の好みが分かったのでよかったです。編集を始めましょうか。かなりいい写真が撮れましたよ。いい写真を撮りましょうか。素敵な写真が撮れたんじゃないですか。撮影にはトラブルがつきものですね。撮影日和ですね。今日も一日よろしくお願いしますね、作家の皆さん。盛りすぎじゃないですか？ポーズなら自信ありますよ。メガネかけなくても良さそうですね。もうちょっと大人っぽいメイクがいいですか？社長、花嫁に何のご用ですか？指輪を期待するのはまだ早すぎたみたいですね。冗談です。感謝いたします、社長。顔色が悪いですが大丈夫ですか？撮影を始めましょうか。さあ、ウェディングフォトの撮影を始めましょうか。はあ？ふっ。激しく。さあ、フィナーレを飾りましょうか。はあ？この風はあまり優しくありません。今日の天気は確認しましたか？さあ、フィナーレを飾りましょうか。